寂しい写真撮ってみたいな。笑顔でスマイル、スマイル。もう左ちょっと。可以开窗，可以近一点吗？天王小松亮太 Matsu Ryota 上来台的慈善音乐记者会、哦、那我们的音乐会呢总共有两场，那分别是在明天7月20号晚上的仲夏五风情音乐会、哦、在这边，那还有后天是礼拜日下午2点半小松亮太与重奏情热探歌21周年音乐会，两场音乐会呢都是在我们的国父纪念馆、哦、来举行。那同样的呢，除了这个 Tango 的音乐之外，还会有舞者，还会有搭配，像是赖以良、朱海军等等艺人的精彩演出。好，那我们首先呢，要来介绍我们的来宾，就是我们的台湾科技大学 EMBA 校友会的会长，理事长，朱天来朱理事长。好。那再来就是我们这次演出的小松亮太五重奏 ，Thank you for coming。这一次也会担纲我们仲夏五风情演出的林建福老师。好，现在呢，我们会来介绍一下我们这一场台湾科技大学这个 EMBA 的慈善音乐会仲夏五风情，它的这个。音乐会的缘由到今年是第13届了嘛？13年来，这个台湾科技大学的 EMBA 都举办这样子一个慈善音乐会。那我们来请朱理事长为我们介绍一下这个音乐会的700多万元的、哦、所以那希望这个我们的慈善音乐会要其实持续办下去了，那可以造福更多的慈善公益单位。好，那我们再接下来呢，我就是请小松亮太稍微。介绍一下他们这一次来台湾的，因为这是小松亮太他们这个乐团已经是来台湾第三次、举办他们来台湾这样子的一个演出、哦、那他们在这样子的演出这一次希望带给观众什么样不同的音乐体验？今回は3回目の台湾ということで、今回の意気込みとどういった心境で。そうですね、もう今僕が子供の頃と全然状況が違いまして、このバンドネオンという楽器がですね、もう本当に韓国、それから台湾、それから中国で、やっとプレイヤーの人もだんだん増えてきて、それでこう、タンゴが、アルゼンチンタンゴが好きなものが本当に増えてきているという状況を本当に嬉しく思っています。ですので、その中で僕の日本人としての役割が果たせたらなというふうに思ってます。タンゴというのは日本に、60年ほど前にもう入ってきまして、それがすごいブームがあったわけなんですが、残念ながら日本ではだんだんこうブームがなくなっていきまして、でそれでその中で、ところがだんだん最近は、韓国とか中国台湾でバンドが弾く人が出てくる、タンゴを、聞く人が、ね、だんだん増えてくるということがずっとあって、本当に僕は、その日本人として、ね、この近くの国々の人たちにそれをこの音楽を伝えたいという気持ちでいっぱいです。因为这个バンドには所奉行自台湾日本大概1960年代的时候流行，就是慢慢就比较退掉，可是
那个台湾、中国还有韩国，他们流行，对不 对, 對？所以这次来台湾，然后就那个请台湾的朋友就介绍这个那个手风琴，对，这样子。可以稍微介绍一下现场的这一个这一台手风琴它的历史，简单的介绍一下。那个叫古巴多纳，在历史这一块，我先给大家。あのよくアコーディオンと間違えられます。でもそれもできるな。で、常々なんか大家有看错这个普通的手风琴、有键盘的那个。ただこれはあのアコーディオンを作る会社、ドイツにあった会社が発明した、まあ当時そうですね。今から100年ぐらい前に。アコーディオンを作ってるドイツの会社が新しいアコーディオンということで最初企画して発明したと思います。大概这个100年前在德国做那个手风琴叫アコーディオン手风琴做的那个公司开发出来的バンドニオン手风琴。ところがあのドイツの国内ではもうあまり売れなくなってしまいまして、その代わりアルゼンチンの人たちがこの音楽をあこのバンドネームハモで使いたいというふうに言い出したわけです。それがまあ今からちょうど100年ぐらい前のです。然后呢，那个德国开发出来这个东西，可是就卖的不太好。然后那个阿根廷人就看到这个乐器，然后就那个在那个阿根廷那个探戈上面可以用到，所以就。他们想用这个，这个阿根廷人想用这个东西。ですから多くの人がこのバンドネオンもね、アルゼンチンの楽器だと思い込んでる人がたくさんいるんですけれども、まあタンゴの代表的なものだから。だけれども実はこれは全く本当はタンゴとはもともと関係ない。ドイツで発明された。今日持ってきたのもこれは1935年ぐらいに作られたドイツ製です。大家以为是这个东西叫探戈三唱场探到这个乐器啊。所以大家都以为是阿根廷开发出来的东西，结果不是，这个是德国开发出来的东西。那个小松先生今天带来的这个乐器是1935年开发的做的东西。
借金審査、それから、コントラバス、田中慎二さん、他是、大提琴手的田中先生、まあ、彼も、まあ、コントラバスですけど、まあ、彼女もそうですけど、まあ、やっぱりクラシック音楽を最初はやってた人なんですね。ただそれが途中からやっぱりこうタンゴというものを惹かれて、タンゴのコントラバス、これはもうジャズともクラシックとも全然違うタンゴの特有の演奏法の世界ですけれども、それができる、本当に日本で今3人ぐらいしかいない人です。他是那个在探戈上的那个大提琴的 大提琴手，然后就目前日本只有三个大提琴手，对，探戈上，对，他也是就很棒的，就一个就 大提琴手。这个诶，ピアニストは鈴木敦史さん。他是钢琴的铃木先生。彼はですね、普段はこうブラジルの音楽を中心に活躍してる人ですよね。で、まあ、僕が彼をタンゴのピアニスト、タンゴの世界に誘ったのは、まあ、ブラジルとアルゼンチンって隣同士の国なんですけど、非常に、まあ、似てるんですよね。日本と台湾も似てるところがたくさんありますけれども、それと同じように、アルゼンチンの音楽とブラジルの音楽も非常に似通った共通性がある。そういう意味で、本当にこうタンゴというものをこうグッとこうに素晴らしいアプローチをしてくれる、ピアニストとしても僕は非常に信頼しているピアニストです。他平常在那个巴西音乐上就比较有活动的那个一个钢琴手，然后那个因为那个阿根廷跟巴西是就旁边而已啦，所以就那个巴西音乐跟阿根廷音乐就有点就类似的，所以就特别的小松先生请他就过来一起演唱。谢谢。好，那以上是小松爱对他团员的介绍。那接下来呢是我们的自由提问的时间。曲目对哪个单位来的曲？そうですね。もちろん単語というのは世界的にこうリベル単語。リベル単語を作曲したこのアストル・ピアソラという人。の作曲した曲が非常に最近人気なんですけれども、もちろんこのアストル・ピアソラが作った曲もたくさん演奏しますけれども、ただ私はこのタンゴという音楽の世界でこのピアソラという人の曲ばかりが人気が高くなっている、このことをちょっと問題だなと思ってまして、なのでこの古典的なもの、そのタンゴの中のオーソドックスな曲目というもの、まあそこらをもうたとえ皆さんが知らない音楽だとしてもいろいろ演奏しようと思っています。就那个大概这个リベルタンゴ是作曲者是那个阿瑟皮亚索拉，对，就大概主要的演奏的那个曲目是大概是阿皮亚索拉的曲目，然后另外一个就他们自己做的也有。就是他刚刚讲到的皮亚佐拉，就是阿根廷的作曲家皮亚佐拉，他的自由探戈就是台湾听众非常熟悉的，当然他还有他们自己的原创的作品。那当然我们还会有一些特别的曲目，就是当然就是台湾自己的曲目，他们会有特别改编，但是这是一个音乐会里面的一个 special， 就是大家来现场才会知道。好，还有没有现场还有没有朋友有一些问题的？11号有三队。舞者跟音乐的一个双重视觉、听觉上面的一个搭配。因为我知道他这一次好像也有搭配台湾这边的大师班的进行，那是不是对于台湾的一些想要学班多纽手风琴的一些就是乐迷，他们想要多做一些交流，才会安排这样子的一个演出这样的一个课程？那因为这个探戈音乐，其实在台湾是算是相当稍微冷门一点，因为台湾大部分还是以古典音乐为主。那近年来是爵士音乐慢慢有兴起的这样子一个迹象。那探戈音乐呢，在台湾还是属于相当的小众。那我们在这两场音乐会结束之后，也会安排一个小松亮太的一个大师班，就是让台湾在地的音乐学子，或是对这样子的一个音乐风格有兴趣的人，他可以来学习。那这个我们会在22号、23号会为小松亮派安排这样子的一个音乐的大师班，有合奏还有独奏这样子不同的类型。
有什么现场需要发问？嗯，是。请问南凯先生啊，那这个怎么弹了多久？多少年？多少？はい、あのこれを演奏されてどれくらい何年ぐらい経ちますか？31年。31年。14歳の時に始まった。14歳開始です。14歳。私は開始。あの両親がタンゴのミュージシャンで、母親がタンゴのピアニスト、父親がタンゴのギターリスト、うん、なのであの、まあ、バンドネームという楽器のことを前から知ってましたから。他爸爸妈妈也是就那个音乐家，那时候呢就接触那个探戈的那个音乐，所以就小时候就认识那个乐器。実はそのあの最近分かったんですけど、探戈の音楽は130年ぐらい歴史があるんですね。でその歴史の中でお父さんもお母さんも探戈のミュージシャンという人はあの世界で僕一人だけなんです。最近发现就那个诶，因为这个探戈的历史也很长，然后那个他爸爸妈妈也是接触那个探戈的音乐，所以就诶全世界只有一个，就爸爸妈妈也有接触探戈，然后他也是接触探戈。それなぜかというと、探戈の世界がすごくこう、マッチョの世界だったので、例えば探戈のバンドネオン奏者のお父さんと歌手のお母さんで子供が生まれて探戈をやるっていうことはまああるんですけど、歌手じゃなくて探戈 の楽器の演奏する人ね、インストルメンタリスト、探戈の楽器の人と探戈の楽器の人の間に探戈の楽器の人が生まれる、歌手じゃなくて珍しいでっていうこのパターンが世界で多くてあるんです。我也常常看到那个探戈的歌手跟那个探戈的那个节奏者 的那个结婚，然后生小孩也是接触这个乐器的那个家族很多。可是他全世界只有一个，爸爸也是那个演奏者，然后妈妈也是演奏者，然后小孩也是不是那个歌手啊，就是演奏者。那我们理事长要不要，朱理事长要不要为我们结语一下？就希望大家可以。那么接下来向ここにします。谢谢大家。